さんこんにちは、川真です。自粛中皆さんやることがないよって思ってるんじゃないですか。そんな皆さん、ぜひ心理学学んでみてはいかがでしょうか。今回ご紹介するのは、親友になるために必要な時間と方法をお教えしましょう。なかなか新学期が始まったのに自粛期間で外に出れない、友達に会えないよ、こんなんじゃ友達が作れないって思っている方もいるんじゃないかなと思います。そこでですね、こちら心理学において親友になる方法というものをお教えしたいと思います。実はですね、この親友になるためある程度の時間が必要ということが、一定の時間が必要ということが研究で分かっているんです。この時間はですね、皆さんにお教えしたいと思います。まずですね、友達になるために必要な時間というもの、最低の時間があります。その時間が50時間というふうに言われています。知り合い、顔見知りですねになるまでに人が50時間一緒にいることが必要というふうにされています。そしてそのステップ一歩上がって、知り合いから友達も、カジュアルな友達ですね、会って話したりだったりとか、そういった、ご飯をちょっと食べない、ご飯を一緒に食べに行くとか、そういったカジュアルな友達になるには少なくとも90時間の時間が必要というふうに言われています。そして親友になるため、じゃあ親友ってどのぐらいの時間が必要なのってことなんですけれども、親友になるためにはですね、こちら研究で結果が出てるんですけれども、三ヶ瀬大学の研究で新しい町に引っ越してきた成人350人に調査したものと、あと大学1年生100人に調査したものから、ある同じ数値が出ました。それは200時間、親友になるためには人は200時間の必要が、時間が必要とされています。200時間、具体的にどのぐらいの時間なのかというと、8日と3分の1日ですね。なので1週間ちょっと、2週間弱ぐらいあったら、親友はおのずと作れるということです。でもただですね、一緒にいるだけで親友になれるわけではない、それは当たり前なんですよ。じゃあどうしたら親友が作れるのっていう方法について今度は教えていきたいなと思うんですけれども、人はですね、同じ環境にいる、例えば会社が一緒、クラスが一緒、学校が一緒、部活が一緒、こういう空間の人間関係のことを閉鎖的な人間関係と呼びます。これは自分で選択するわけではなくて、社会環境、環境がそうさせているっていうことですね。別に会おうと思わなくても必然的に会う関係性のことを閉鎖的な関係と言います。そしてそれと対極で、もう一個は選択的人間関係というものがあります。自分自身で選んで入っていくものですね。自分の意思を持って、例えばご飯に誘ったりだったりとか、遊びに誘ったり、そういったカテゴリーの中でできる関係のことを選択的人間関係と言います。そう、親友になるにあたってはここの2つ、ここがポイントなんです。この選択的人間関係を取った人の中からしか、この親友というものは作れません。なのでまずはクラスの中から自分でいいな、この人と友達になりたい、近づきたいと思った人がいたとしたら、自分から積極的に話しかけて、まずは近づいていく。そして近づいた上で、自分が選んだ選択の中で選んだ人間の中から200時間一緒に過ごすというところがポイントです。ここはただクラスが一緒で200時間過ごしているだけでは結果は得られることができません。あくまで自分の意思表示をして、自分で選択するということが一番の大事なポイントになってきます。なので消極的でなかなか人に話しかけられないよって思う人もいるじゃないかなとは思うんですけれども、まずは例えば連絡先を聞いてみるとかね、今LINE だったりとか、いろいろ顔が見られなくても連絡を取れる方法っていっぱいあると思うんですよ。インスタグラムもそうですね。その人がどんなことに興味があるのかだったりとか、写真を見たら分かることがいっぱいあったりとかすると思うので、ぜひまずは連絡先を聞いてみる、連絡のやり取りをしてみる、そして200時間一緒に過ごすというところからですね、始めてみると、親友、より自分の学校でもね、仲良くなれて、パートナーというものが見つけやすくなるんではないかなというふうに思います。そこであともう一つね、アドバイスとしては、その200時間過ごすにあたって、でもその中で例えば人のことを掘り下げて話さなきゃいけないんじゃないの、活発な議論をしたりとかしなきゃいけないんじゃないのと思う人もいるかもしれないんですけれども、別にその活発な議論をする必要性っていうのはそんなにそもそもあまりはありません。なんとなく一緒に行ったりとか、時間を共有しているだけでも、その人のことが分かったりとか、空気感ですね、そこが分かったりもするので、友達にはなれるということが分かっています。あと心理学的用語で言うと、単純接触効果というものですね。
人は何回も何回も会ってる人に対して心を開きやすくなるという心理が働いています。なので、細かくね、ちょくちょく連絡を取ったりとかっていうアプローチをするということはとても大事になります。はい、今回の話をまとめると、親友になるために必要な時間は200時間、そしてその200時間はまず選択的人間関係から人を選んでから一緒に過ごすということです。なので皆さん、友達を作るときにはね、消極的にもならず積極的にぜひ歩み寄ってみてください。そしていい友達を作って良い人間関係を築き、そして学校生活も楽しく送ってください。はい、今回は心理学について、親友になるための方法と時間についてご紹介してきました。次回も様々な情報をお伝えしていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。いいねと思った方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。